歌舞伎ごめん。どうもピーナッツです。さあ今回の企画は花の刑事、結局誰が一番いい女なのでございます。タララということで、今回は花の刑事、まあもう数々の、女性キャラクターが出てくるんですけど、まあ、その中 で一番いい女は誰なのというのをですね、家庭的度、ビジュアル、優しさ、行動力、知性、この5つで、まあ、一番が決まるんじゃないかなと思うんですよね。なのでしっかりと今からチェックしようと思います。まあ、刑事の心も動かし、まあ、言ったらスケーモンもでしょ。で、あの、トシエも、心もわしづかみでね。これも、総合的にトップクラスに入るんじゃないかなと思うんですけど、家庭的度で言えば、僕は4あってもいいです。めっちゃ上から目線みたいな感じで言ってますけど、そんなことないですからね。はい。はい。まずの家庭的度は4。で、ビジュアル5ですね。あの、回想シーンで、お松のが若い頃のシーンも出てくるんですけど、まあ、それでもめっちゃ可愛かったんで、だからビジュアル5ですね。優しさは、本当は5行きたいんですけど、4にします。優しさって時には罪だと思うんで。行動力。行動力5です。馬に乗るシーンもあれば、ね、私たち女どももみたいなね、シーンがありますんで、やっぱそこは行動力があるのかな。知性は、5にしときましょうか。が、おますのですね。ホタルは家庭的度2。やっぱ料理かな。よく言うじゃないですか、胃袋を使ってね。で、ビジュアル4。あの刑事が好きになった女なのに。はい。いや、もう5、もうみんな5だけどな。ビジュアル4、優しさ。優しさな、優しさ5で、行動力。行動力はもう完全に5でしょ。刑事暗殺にそこまでいかないですよ、普通の人は。で、知性、3でお願いします。ちょっとまっすぐすぎるかな。お夏は、家庭的度ちょっとね、どうなんかな、未知数な部分があるんで、期待を込めての、3でお願いします。で、ビジュアル4でお願いします。で、優しさ、4でいきましょう。で、行動力、これもね、4。やっぱこの行動力、この 4っていうのは、草間彌之助をお祭りに、ね、誘ったりとか、そういう部分ですね、思い切りの良さとか、そういう部分を評価してるのは4。はい、で、知性、3。サギリは、家庭的度4で、ビジュアル4。サギリ殿は、あの、男性が、しょうがない、もう俺がいないと、みたいな、守ってあげたいみたいな、多分なるんですよ。だから、優しさは、4。で、行動力は5。もう、自ら命を絶とうとするぐらいの、しっかりとその、覚悟を持ってると。で、それでその後、サギリは、自分でまた覚悟を決めて、出家もしますから。まあ、そう、ポンポンと、人生の転機ですから、なんか決めることなんてできないと思うんですけど、それを、しっかり行動に出すっていう部分で、こう、ですかね。知性3、4、3.5! ですね。ハテナが多いっすよ。家庭的度は、家庭的度が見えないんで2です。で、まあ、ビジュアルはやっぱり、でも家康が、いやもう、もう全然変わってないやみたいな、びっくりしましたから。だからそういう部分ではマリセンのババはビジュアルで言えば5なのかな。男性を魅了する、はーってなる部分で言えば5です。で、優しさは4、行動力5じゃないとマリセンのおババにはなれません。知性も、5で、決定です。パリシェンのババ。家庭的度は、僕、3でお願いします。まあ別にご飯作ったりとかっていう部分見えなかったんですけど、まあ3ですね。ビジュアルは、そうですね。
ビジュアル4。もう途中、もう、なぎり以降で、もう、すごいシュッとした、すごい綺麗な表情になってきてたんで、希望的な意味も込めまして、4。優しさ、3.5 なんですよ。その理由が。言い方きついんですよ。まあ、それはちょっと子供っぽさみたいなとか、そういう風に目に入ってしまってる部分だと思うんですけど。はい。で、行動力。行動力、こちらも、5。5です。じゃないと、もうその年下のところに行って、そんなもん、勝手な持っていくこうとかしないですから。そして知性。知性は、もう、どんどんといい女性になっていってる、いろんなね、経験もしてるということで、4。それが僕のオフポイントです。リサ、家庭的度5。ビジュアル5。優しさ5。いやーもう満点になるやん。僕の1位カナなんです。カナ、僕の中でね、カナはね1番だなって僕の個人的な部分でそうなんですけど、でもリサはでも高得点叩き出せる要素がいっぱいなんですよ。優しさ4にしようかな。いろんな男たちがもう酔いしれてしまうからっていう部分で4にします。で行動力は5で、知性は4にしようかなと。オール5が僕の本当のねあれですけど、ちゃんとねちゃんといくと、家庭的度に関しては、2.5。 やっぱもう自由奔放にな、なんかそういう風に、ね、見えますね。ビジュアル5。優しさは 3.5。 行動力5をつけましょう。で、知性は、3.5 が、かなですね。まあ、僕の中では、オール5でございます。タララー。あ、ランキングですね。はい、1位は2人います。1位2人。お、はい、お祭りさ、はい、お祭りさ、はい、23ポイント。おお。で、2位が、はい、何してるのまさかの21ポイントですね。はい。で、3位がさぎり。おお、なるほど。20.5 ポイント。はいはい。4位が2人で、はい、かなと、はい、オフ。ああ、なるほど。19.5。うんうんうん。で、5位にホタル、6位にオナツ。なるほど。はい、でもやっぱ1番決めたいので、はい、オマツとリサ。うわー、マジか。はい、ということで、オマツ殿、リサ殿がですね同率1位になっちゃったんですよ。で、男性スタッフさんにも、僕と同じように5項目で、採点してもらいました。ところ、結果が出ました。1位はお松殿になりました。まあでもそれぞれの一番あると思うんですけど、まあ今回は全体をね見て集計させてもらいました。よかったら皆さんの中の一番、よかったらコメントに、私は誰かなみたいなコメント書いてもらえたら嬉しいなと思いますんで、どうぞよろしくお願いいたします。さあ、それではこの動画が面白かったなと思ったら、ぜひ高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。Hasta la